の文明が線形関係であれば、本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかし、その後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在で、その性質は他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして、時間不足、効率不足の問題は避けられない。だからこそ、第二次計画は工業的解決プランではなくなり、とある特殊な行動へと変わった。特殊な行動？うん。前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに、敵のあり方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時に、アインシュタイン博士が教えてくれたの。つまり、それはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば、僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をするんだ。昔、セイ・フレイヤが旅客した無人戦艦のことは覚えてるわよね。あれは本来、第二次ムーンライトスローン計画の起動装置だった。ただ、想定外のことが色々あって、実際のところ、私たちはキアナの問題を甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに、空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんて、あの頃は誰も想像してなかったもんね。ああ。あれは、キアナとセイフレイヤーにとっては災いになったが、それだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。だからこそ、今になってようやく、この計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば、人為的に終焉の律者を作り出し、律者の力に、ムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが、第二次ムーンライトスローン計画だ。人為的に作り出す？ああ。成婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では、人類自身で、終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつてオットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。それだけでも数えきれないほどの問題が発生してた。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で確実に実行できる技術ルートを見出すことができたんだ。ブローニャが経験した羽化もそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えば、ベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超弦数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超弦奇数内を徘徊しているに過ぎず、超弦の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はあ、はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら、超弦数とは何かから説明し始めるから。とにかく、ケビンであれ、ウサギであれ、イニシエの楽園の英傑であれ、みんな眉という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまり、いつどこからか現れた異物が、地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに、虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた、律者たちは何らかの極秘の方法を使って、同一の対象と繋がっているって話なんだけど、明らかに、その対象は終焉の眉でしょうね。成婚計画は、マユに対して何らかの操作を行うことで、終焉の力を盗み取るっていう結果を得ているはずよ。いわゆる、
火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の眉こそが唯一の虚数得意点であり、唯一の律者コア。異なる次元の眉の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に顕現させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの。世界の泡とこういう世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を抱擁してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その抱擁は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで抱擁の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に置くこと。人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて、環境を改造しそれに人類が応じるの。ということは、ブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただもっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度、断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。権能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところは、それほど多くの律者の権能を有しようと人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の権能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように、最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、家庭における些細な違いは重要ではない。結局のところ、精魂計画自体も長水の提案も、異なる角度から終焉をシミュレーションし、特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば、長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。精魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えば、そのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように、起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、メイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね、キアナちゃん。さっきからあまり意見を口にしていないけど、会議が始まる前から知っていたの？うん、でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人、
となるとキアナちゃんと私も含まれるのよね。うん。だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができてることになるわよね。ええ、そうよ。地球の奪還と同じく、私たちは成婚計画を利用してビーコンを正しく使う方法を見つける必要がある。具体的に言えば、つまり